コムソモレツ、コムソモレツ、コンソマラッツは、ソビエト海軍の攻撃型原子力潜水艦、SSN。大震度先行実験原船である685型、計画名、プラブニク、NATO コードネーム、マイク型の一番艦として、建造された。同型艦はない。艦番号は、K-278 であり、また1988年には、 コムソモレツの名誉感銘が付された。1966年8月、海軍総司令部は、第18中央設計局、後のルビン設計局に対し、大震度先行実験源泉、685型の技術案作成を命じた。エヌクリモフ中央設計局長が、主任設計官に任ぜられ、1977年、以降はユーコルミリチン局長が引き継いだ。 セベロドビンスク造船所には5メートル径20メートル長、12メートル径27メートル長、15メートル径55メートル長の3つの加圧水槽が設置され、実物大の部分構造模型に制圧、周期圧、動圧をかけて、強度実験を行った。8年にわたる実験、設計作業を経て、1974年12月、閣僚会議と、 海軍総司令部は685型の建造案を承認した。そしてその一番艦として、1978年4月22日、レイニンの誕生日に合わせて寄港されたのが本艦である。なお二番艦の建造も計画されていたものの、予算不足のため実現しなかった。上記の通り、本艦では従来のあらゆるカを了する大深度先行が求められたことから、 船体構造材には 48T 型チタン合金が採用された。この新素材の採用と設計の合理化により、大深度潜航に対応したにもかかわらず、船体重量は従来の原潜と同程度になった。なお設計上、安全潜航深度は1000メートル、最大潜航深度は1250メートルとされている。構造様式は他の SSN と同様に、 複角式とされた。一方、線形については、同時期の他の SSN が、累的型を採用していたのに対し、本館では葉巻型に近くなっており、船体中央部は直径8メートルの円筒形、前部と後部は円錐型とされた。円筒形の部分と前後部の接続角度はわずかほ度である。体圧角は7区画に分けられており、 また2番目と3番目の区画は強化された、耐圧核壁によって他の区画と区切られて、非常時の安全区画を形成していた。またうちには脱出カプセルが備えられていた。耐圧核の開口部を少なくするため、705型で採用された耐圧司令塔や魚雷搭載ハッチなどは廃止された。手記としては、OK、OK-650B-3 圧水型。 原子炉とタービンを一機ずつ搭載し、一軸のスクリュープロペラを駆動する方式とされた。タービンは、同世代の SSN である671、RTM 型、ビクター E 型と同型ある。なお、OK-650、OK、は、ソ連の原戦用原子炉としては、第三世代にあたり、核燃料は、ゆる3、燃料棒は199本で、 ウラン235の量は1 6 0ラム、出力4 6ットとされている。その後、971型、アクラ型や945型、シエラ型にも搭載された。また非常用に、ディーゼル発電機1機と112機1軍の蓄電池が搭載されている。左右の水平打の先端には防水カプセルに収めた補助電動機が取り付けられており、 水上をモノットで走ることができた。本艦は大震度先航の実験艦であると同時に、仮想的の源泉や空母機動部隊、大型水上艦、護送船団の阻止を目的とする攻撃源泉であった。またさらに、大震度先航によって、敵潜水艦の追跡、攻撃を不可能とできることから、有事に陸上の司令部が破壊された後に、 北方艦隊の指揮を引き継ぐ移動司令部としての役割も持っていた。単身には MGK-305 スカットが搭載された。これは艦首の防水カプセルに収容されており、捜索、自動追尾、目標識別、武器管制、後方などの各機能を備えている。探知距離は300キロとされた。また 671RTM 型。 ビクター e 型で採用されたオムニブス型潜水艦、情報処理装置が搭載されたほか、メドベジター685型全移動公開装置、ブフタ警戒装置、チビスレーダー、モルニアエルジド通信システム、シンテズ衛星通信装置、アニスタンパ通信装置、コラ超タンパ通信装置なども装備された。艦首には6門の水圧式魚雷発射艦が装備、されており、 ソットマイナス 60M 魚雷、グラナト SS、SSN-21 巡航ミサイル、シクバル超高速魚雷を2本ずつ装填するのが通常であった。また予備弾として、魚雷なら10本、ミサイルなら6本を搭載できた。これらは海面レベルから震度1000メートルまでの全震度において、単発はもちろん、静車も可能であった。 1974年12月16日に建造が承認され、1978年4月22日、気候、1983年6月3日、浸水、1983年12月28日に収益した。収益後 K-278 は大震度線高の実験に積極的に用いられた。1985年には、 震度1027メートルの潜航を実施したが、これは現在もなお戦闘用潜水艦の世界記録である。1988年8月に、K-278 は、実際に名前を与えられる栄誉に浴す数少ない潜水艦の一隻となり、司令官であるユーリ・ゼレンスキーによって、震度1020メートルの記録樹立を称えてを意味する、コムモレツと命名された。 1989年4月7日、ノルウェー海沖で演習中のコムソモレツの第7区画で火災が発生、艦は急浮上した。電気システムがショートし、原子炉は緊急停止した。圧作空気システムから漏れが生じ、その結果火災は拡大していった。乗員は消火に当たったが、艦内は高温となり、消火に当たっていた乗組員が被っていた防護用。 ゴムマスクは溶けて顔面に腸を吹いた。緊急用呼吸システムが一部破損して1、酸化炭素が入り込み、乗員の多くが1酸化炭素中毒になった。拡大する火災を消すことはできず、酸素タンクと潤滑油タンクが爆発して、耐圧核が破壊れ、艦内に大量浸水し、ついに艦は沈没した。艦が沈没する際、乗員の多くは凍りそうな海面に飛び込み、 ほとんどが投資した。この時、同館に乗り組んでいたのは、経験の浅いセカンドチームであったため、事故に適切に対処できなかった、という見方もある。艦長、F ゲニーは忍耐さも、705系型、アルファ型の艦長から転任して、火が浅く、本館に慣れていなかった。火災の原因は、現在も明らかではないが、第七区画の酸素濃度が高すぎたため、 電気システムのショートが引き起こされたという見方がある。また、火災発生後、機密漏洩を懸念する、あまり救助活動が遅れ、火災だけでなく、脱出後の会場の管令による死者も発生した。艦が沈む際、最後まで艦に止まっていたエフゲニーワニン艦長も5名が本艦に装備されていた脱出用チェンバーを使って脱出したが、艦長以下、 上院の誰も脱出用チェンバーの使い方を知らず、いざ脱出直前になってから説明書を読んでいるありさまだった。チェンバーは海面に浮上したものの、あまりに急に浮上したため、中に乗っていた5名のうち4名は気圧障害で潰され即死、浮上時に気圧変化で開いたハッチから海面に放り出された。スルサリエンコ順位ただ一人が奇跡的に生き延びたが、彼も、 全身を骨折していた。最終的に登場していた64名のうち42名が殉職した。コムソモレツの沈没地点のノルウェー海北部は有数の工業場であった。沈没当時コムソモレツは2本の核魚雷を搭載していた。この2本の魚雷の核弾頭のプルトニウム計1 2ラムと原子炉のウラン及び核分裂性生物の漏出が発生した場合、 巨場の汚染が発生し、700年に及び、数十億ドルの被害に達すると推定された。ノルウェーによる圧力を受けたソ連は、深海探査艇、ミールとその母船として、海洋調査船、アカデミックムスティラフ・ケルギシュを派遣、コムソモレツの捜索に当たった。1989年6月、ノルウェー海北部の水深1685メートル地点に、 沈没したコムソモレツを発見、深海作業で魚雷発射口6カ所と沈没時に生じた亀裂3カ所がゴムとチタンのシールで覆われた。1992年5月の調査では艦隊に複数の亀裂が確認され、そのいくつかは30から40センチメートル幅に及び原子炉の冷却パイプに達する可能性があった。1993年8月に 海洋調査が行われ、対流が発生していないことと生態系に急激な汚染が見られていないことが確認された。ただし、これは、魚雷搭載ブロックの前方6メートルの幅に限定された調査に過ぎなかった。1994年夏の調査では、プルトニウムの漏出が確認され、同調査で、いくつかの亀裂は封印された。 1995年6月24日にはさらに艦隊の亀裂の修復が行われ、1996年7月末に成功が宣言された。ロシア政府では2015年か2025年までは生態系への影響は無視できるとしている。しかし、今なお危険性は否定されていない。1993年、コムソモレツを含む艦隊の指揮官であった。 チェルノフ海軍隊駅中将は、コムソモレツ原子力潜水艦記念協会を設立。彼の指揮下にあった潜水艦の折組員の遺族に対する支援に当たった。その後同協会は、すべてのソビエト連邦及び、ロシアの殉職した潜水艦の折組員の遺族に対する支援組織となり、また4月7日は殉職した潜水艦の折組員の記念日となった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。